では続きまして桜井選手の挑戦です。目隠しをじゃあ、はい、お願いします。と耳もちょっとそうですね、一応耳、耳はいいか、大丈夫ですよね、うん、はい、コーヒーとかをしてますね。こうやってさ、なんか俺コーヒーもう絶対当たるからみたいなこと言ってるやつは、はい、いやブラックはでも分かんない、それは。ああ、なんで？いや、でもブラックだったら正直3択なんですよ。いや、でもこれで3択でこれ外したらめちゃめちゃ恥ずかしい、コーヒー飲む人間にとっては。いや、当てますそれは。別に自信はありますから。本当自信しかないでしょ。どうせブラックないでしょ。いや、これ外したら桜井さん恥ずかしいっす。自分的には。決まりました、決まりました、決まりました、はい、いいですか、手、手出します。いいですね、はい。微糖やろ、これも絶対。ね、花粉症なのかな。いや、言ってないから。おおおお、出たよこれ。甘い。あ、最後にちょっとミルクの味が。いいから、そういう、あの、これ出さんでもそれ飲みすぎて。それ飲みすぎて。どんだけ確かめてんだよ。はい、はい、分かった。分かった。どうぞ。はい、どうぞ。でも分かった気がするよ、本当に一発で。本当っすか。どうぞ。いいよ。ちなみにどうしてそれだと。いや、なんか飲んだことあるんで。はい、これ一発でいっちゃう。違うわ、違う。違う。若干匂い違います、感覚的に。違う、はい、エメラルドマウンテンブレンド、違います。これ面白いですね、結構。ちょっと行ってみような。あれ、これっぽいやな。あるよ。飲みすぎない。面白い。どうですか、感想。飲みすぎ。どうなんですか、全然わからない。結果そうかい。いや、でもこれっぽい。ぽい。これっぽい。これっぽい。いっちゃう。いいんすか。いっちゃう。いや、ちょっと待って。で次いけないですか。そうです。めっちゃ飲むやん。めっちゃ飲むやん。入れます、入れます。俺もさ、多分取っててくださいよ、全員。そうや、俺もさ、飲むからね。これっぽい。じゃあいっちゃおう。いや、ちょっと待って、いいんじゃないですか。いっちゃおう、うん、ちょっと待って。めっちゃ飲む。めっちゃ飲む。それいいね。でも最初一口目なんだけど違うと思った。だからどっちなんだよ。決めろよ。これ違うことで決めようとしてるっしょ、自分の感覚じゃなくて。だからもうないから、もうおかわりなしだから。おかわりないっす。いや、花粉症なんでしょ。ぽいけど、うん、まあ、分かった。はい、行きましょう。行こう。僕が飲んだのはジョージアヨーロピアンコクノビトではありません。あっちょー。そうか。あ、そうだったか。これいい。あ、この正解。いや、今ギリギリ最後の対決だ。いや、初めのあれを信じたんでしょ。そう。なんで当たってたってこと実際。いや、当たってないです。当たってなかった。それ当たってないです。惜しかったっす、ね。それも勝てたみたいなもん。惜しかった。でも負けてますから。そう、うん、負けてる。お前のよく入ったあのシュートはもう入ってねえのに、あ、入ってる入ってるってサーブ。入った感覚だったけど。
ありがとうございます。惜しい、桜井の通信の挑戦でした。当たってたわ。当たってたもん、感覚的には。